西武2連勝。楽天西武10回戦、西武が楽天に4対0で勝利。西武勝ちました。余裕の勝利。今週まだ負けてない。同胞3試合負けなし。連勝するなんて奇跡かな。1ヶ月ぶりの連勝。破竹の2連勝か。楽天負けました。3連敗か。あっという間に借金さん。仕方ない、明日に切り替え。西武先発今井、8回無失点。今井ナイスピッチング。今井最後までピンチで粘り切ったのはお見事。今井に勝ちがついてよかった。楽天先発小蛇、6回3失点。小蛇ようやっとる。小蛇は育成中だからな。小蛇今日は効率よく点取られたな。楽天リリーフ藤平、1回1失点。藤平まだ早かったね。藤平も感覚リセットされたかな。藤平は病み上がりだからと思うことにする。西武打撃成績、岸先生タイムリー。岸江仕事や。岸チーム内ダントツの17打点。外崎ツーランホームラン。この先さすが外崎さん、西武最強打者。山村タイムリー。山村にも1本出たかよかった。山村仕事した。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。